日本最高峰のプロゴルフ大会に行ってみたらこだわりがすごすぎた。日本テレビアナウンサーゴルフ班の郡司京子です。さあ、私は今日本プロゴルフ選手権大会が行われる静岡の名門グランフィールズカントリークラブに来ています。今回はそのプロたちが戦うこのコースを実際に歩いて紹介したいと思います。では今回このコースを解説してくださるのは田中秀道プロです。よろしくお願いします。お願いします。ね、秀道さんはいつも日本テレビのゴルフで解説をしてくださってます。はい、ちょっと自己紹介いただけますか。はい、そうですね、田中秀道です。最近、試合というよりはこういう攻略法であったり解説でしっかり頑張っていきますので、今日はですね、この素晴らしいグランフィールズをですね、できるだけちょっと掘り下げていきたいと思います。はい、はい、いや、この毎年この暑い時期に行われる日本プロ、はい、この日本プロという試合の位置づけはどういった大会なんでしょうか。そうですね、やはりあの日本一決定戦という、選手はそういう気持ちがあると思いますね。コースは毎年変わっていくんですが、日本プロメジャーというセッティングですから、やはりフェアウェイも狭かったりラフも深かったり、グリーンも高速グリーンだったりって、そういう中での、マネジメントをしっかり72ホール戦えたら、かなり自信になるような、そういうバロメーター的な大会になると思いますね。バロメーターですか。はい、今大会は、この静岡のグランフィールズで行われますが、秀道さん的注目ポイントはどこでしょうか。そうですね、このコースやはりボールをどこにこう運んでいくかっていう、そのゴルフ脳を非常に試されると思うんですね。ゴルフ脳、はい、ですから飛ばすだけではダメですし、球種もいろんな球種を打てなきゃいけないと思うので、14本のクラブを使って選手たちがどういう球を、球種をたくさん使いながら攻略していくのか、そこは楽しみというか注目ポイントだと思います。では今日一緒に見て回りながら、ぜひどんなゴルフ脳が必要なのか教えていただきたいと思います。はい、秀道さん、はい、9番ホール435ヤードのパー4です。はい、どんなホールでしょうか。ここはですね、ティングエリアから見ますと、割とこうフェアウェイの幅はしっかり見えるんですが、実際どうですかね、フェアウェイ幅30ヤードぐらいあると思うんですけど、フェアウェイ右サイドに行きますと、その先にある木が少しこう邪魔になると思うんですね、グリーンの、やはり右サイドにピンがある場合特に気になってくると思うので、見えるフェアウェイのこの幅よりももう左半分しか使えないと、左半分、フェアウェイ真ん中から左サイドに打ちたいんですが、ただその左サイドには、少し曲げてしまいますとクリークが流れているので、実際に見た感じよりもどうですかね、もう10ヤードぐらいしかないようなポイントがかなり、落としどころが10ヤードしかなく見える。はい、そうですね、ですからキャリーがやはり280ヤードぐらいいけばですね、ある程度広さはあるんですけど、この視覚的に非常にタイトに感じますね。しっかりフェアウェイ左サイドにしっかり置いていきたいというところになります。はい、はい、ではセカンド地点に行ってみましょう。ここはね、ティーショット次第です ね。確かに手前にバンカーもあって、より狭く感じさせますね。そうですね、しっかりクリークも、見るのは綺麗ですけどね、やっぱり打っていくポイントは非常に危険がありますね、左サイドは。プロたちが打つティーイングエリアから前にティーイングエリアが 1,2,3 箇所あって、はい、こうね、通常営業の時よりも本当に距離が長いそうですね、だなって思いますね。はい、で、ここからですね、本当に少しでも右に行くとやっぱり木が気になるっていうプレッシャーと、左のクリークのプレッシャー、それにどう打ち勝っていくかっていう、しっかり振り抜ければというところですよね。なるほど。はい、狙いどころは狭いですけど、こうやって広く見てみますと本当に日本庭園のような、見た目ですよ ね。 そうですね、非常に美しいですね。やる方にとっちゃって大変ですけど、本当にやっぱりプロは回ってるときはそういう、こう景観とかっていうのはもうほとんど意識せずに回ってらっしゃるんですか。そうですね、僕的には多分そんなに意識できずにできるようになりたいなと思ってましたけどね。はい、なるほど。セカンド地点、はい、この辺りでしょうか。そうですね、大体この今立ってる場所で約270ヤードキャリーなので、今の選手もドライバーここから前に行くでしょうね。はい、なるほど。ただ左のこのクリークはね、少し
ここまで来ればねある程度広さあるんですけど、うん、どうですかね、このフェアウェイ真ん中ぐらいまでで言うと20ヤード近くあるんですけども、まあ、T から見ますとこの左のこの川のこの映像は目に入ってきますからね、はい、そうですね、はい、見た目ここに来てみますと本当に、はい、まあ、フェアウェイ広く感じますけれども、はい、でもティーイングエリアから見た、ね、狭さ、はい、このやっぱり見る場所によって全然表情が変わりますね。そうなんですよね。ですからまあこのある程度広さはあるという思いでしっかり体を使って振り抜ければいいんですけど、うん、どうしても視覚的にフェアウェイに置きたいと思うと左に行ったり、うん、右に行ったりしやすいと。で、うん、フェアウェイの右サイドになりますと少しこう左足上がりが強くなって、はい、つま先上がりも強くなりながら右サイドの少し枝がかかってくるので、うん、ボールが気持ちこう捕まりやすい、左に捕まりやすい状況のラインの中で、まあ、うまくこうフェード系のボールをどう打っていくかっていう、まあ、枝を避けながらですね、うん、まあ、低めのボールなのかもうしっかり上から行くのかっていうその辺の距離感も非常に難しくなりますね。捕まりすぎると、まあ、左手前にはバンカーもありますし、はい、まだクリークが流れていて、はい、ね、見てみますと赤杭が結構浅い位置にありますね。そうですね。ですから、まあ、ある意味捕まりすぎてしまってフェードを打とうと思ったのが逆球になってしまうと大きなトラブルにもなりますし、まあ、できればストレスの少ないフェアウェイ左サイドからセカンドを打ちたいというところですね。だいたいその左側っていうと、はい、真ん中より左サイドぐらいに。そうですね。そうすると割と足元もフラットに近い傾斜ですね、はい、そうですね、傾斜も非常にあのなだらかになりますし、うん、はい、ここからなら非常に、まあ、奥の滝も綺麗に見えますしね、うん、はい、もうしっかりピンを狙っていけるっていうポイントにはなりますね、はい、ここからのセカンドショットポイントになるのはどんなことでしょう。そうですね、まあ、やはりこの打ち上げが入ってますから、この打ち上げと風を計算した、あとはピンの位置のその面に、まあ、傾斜がかなりありますからね、はい、そのピンのある面にしっかり止められるかっていう、まあ、アイアンの距離感が試されるでしょうね、うん、じゃあそのアンジュレーションのあるグリーン見てみましょう。はい、はい、グリーン周りに来ました、はい、まあ、グリーン周りにしっかりバンカーに囲まれてますね、はい、はい、でグリーンの傾斜が、うん、まあ、右から左へ大きく、ね、傾斜があります、うん、まあ、少し2段グリーンのようになってますね、はい、ですからまあ手前の面であればある程度手前の花道狙いで来てもそんなに問題はないと思うんですけど、うん、まあ、奥にピンがあると非常にまた距離感も非常に難しくなりますね。上の段に上がってからがそんなに奥行きがないので、うん、ボールを上で止めるっていう技術が非常に難しくなると思うので、手前からある意味ワンクッションさせてあげていくっていうそういう計算も少し大事になるのかなと思います。特にこう右サイド見てみますとその段の境目っていうんですかね、はい、うん、その緑が濃くなっていて、はい、その段の高さのこうなんていうんでしょう、大きさ、はい、高さの、ね、差が結構あるのが、うん、その緑の色からもよくわかります ね、 すね。右サイド難しそうですね。難しいですね。非常に狭いのである意味アグレッシブに行き過ぎずグリーンセンターに乗せてロングパット2パットで行くっていうパターンの選手もいるかなと思いますけども、うん、はい、まあ、でもストレスの少ないパーでなんとか行きたいですよね、後半に向けてという、はい、で正面にちょっとこう、はい、滝といいますか、正面が岩なのでまたなんて言うんでしょう、距離感が分かりづらいですよね、はい、そうですね。だから止めてもらえますか、水をでもね、ちょっとこのここまで行き詰まってるプレーだとちょっと水の音を感じながら一回癒されたいところではありますね、うん、そうですね。また9番ホールアウトして後半に向かう一つ前のホールですから、はい、ここは気持ちよく上がりたいですね、はい、ですから、まあ、ティーショットからしっかり頑張っていきたいところですね、はい、はい、じゃその傾斜をちょっとボールを実際に投げて見てみましょう、はい、そうですね。フェアウェイセンターから打った場合、右にピンがあった場合ですね、はい、これ少し左サイドですとこっから傾斜がねこう強くなりますからね、戻ってきてしまうと。本当だ、はい、うまく流れたな、はい、ですからこの傾斜に当てながら上で止めるってことをできないと、なかなか上の段に止まることが難しくなりますね。キャリーで上の段まで行ってしまうと奥まで、まあ、奥が少し受けてるのであそこのにキャリーでしっかり止める技術には非常に高い技術が必要だと思うので、はい、まあ、この辺はまあ見てる方にもね、少し上の段にピンがあった場合この辺のポイントを選手がどう打ってくるのか見てほしいですね、うん、本当に1ヤードというより数十センチの差で、はい、このしっかり右サイドに置けるか、はい、はたまた落ちてきてしまうか、ね、超ロングパットになるのかっていうね、まあ、これに対しても受け入れながら頑張っていくしかないというそういうまあメジャーの戦いになりますね。このグリーン見たことないぐらいの傾斜ですね。そうなん
どね。まあ左右にかなり大きな左サイドのピンを狙った場合に少しでも右に行ってしまうとこれがメジャーですね。はい、メジャーらしいセッティングの14番ホールです、はい。